ちょっと最近多すぎじゃない？なんでこうも頻繁に街の近くでモンスターに遭遇するのよ。けどけど、ここで私たちがモンスターさんを倒せば街に被害は出ないはずです。確かにコンパの言う通りなんだけど、今回は数が多すぎよ。アイちゃん、弱音はダメです。きっと町から応援が駆けつけてくれるです。そうよ、諦めちゃダメよ。この声はゲーム業界の正義のヒーロー、日本一がただいま参上。町の平和を脅かすモンスターめ、私が来たからにはもう好きにはさせないわ。助かったです。君たちは休んでてと言いたいところだけど、モンスターの数が数ね。まだ戦えそうなら手を貸して。はいです。頼もしい助っ人の登場で私の気力が限界突破です。よし、みんな行くわよ。こいつで最後ね。やったー、正義の大勝利ね。にしても君たちもよく3人だけでこんな危ない依頼を引き受けるね。もう少し自分たちの実力に合った依頼を受けないといつか自滅するよ。ごめんなさいです。けどちゃんとした理由があるんですね、ネプネプ。うん、私たちね、なるほど、そんな理由が。よし、決めた。私、君たちのパーティーについてくわ。君たちはゲーム業界の平和のために旅をしているんでしょ。戦闘でいざという時にヒーローがいた方が何かと心強いと思うわ。それに君たちと旅をした方が困っている人にたくさん出会いそうだし、ゲーム業界の平和を生み出す悪の根源にたどり着けそうな気がするの。これこそゲーム業界のヒーローたる私の宿命だわ。どう？ダメかな？いいんじゃない？私としては戦力アップは願ったりね。さんがいれば百人力です。それじゃあよろしく。この素材だけは絶対に無理ですの。けどこれがないと。ガスト見っけ！ヤッホー、ガスト！あれ、なんかテンション低い？あ、みんなこんにちはですの。あ。もしかしてまた何か訳ありです？私たちに話してみるです。実は
要約すると、知り合いの冒険者がモンスターとの戦闘で猛毒を浴びたせいで今にも死にそうなのね。はいですの。知っている限りの解毒剤を試したんですの。けどどれも効果が全然ないんですの。プラネトゥーヌの国立病院に移すのはどうです？あそこなら最先端の医療技術が揃っているです。そうしたいのは山々なんですの。けどプラネティオヌの病院に移すだけでも 2,3 日はかかるんですの。お医者様は今晩が山場だって言っているんですの。とても間に合わないんですの。そんな、他に何か方法はないんです？あるにはあるんですの。けど漢字の素材がないんですの。素材は何です？また私たちが取ってきてあげるです。エルデクリスタルですの。マジで？それ本当に言ってるの？冗談抜きで？アイちゃん、知ってるです？地中深くに流れるマグマが奇跡的に高熱を持ったまま固まったエネルギー結晶体をエルデクリスタルっていうのよ。なんでもエルデクリスタルの持つエネルギーが生き物の持つ生命力に強い影響を与えるらしいわ。探すのが大変そうです。けどガストちゃんが困っているです。意地でも見つけるです。そうね、ここまで仲良くなったんだから私も情報網を駆使して探してみるわ。ネプネプもいいですか？もし地上で見つからなかった場合は変身して地面に潜って取ってきてもらうです。ブーブー、人使い荒いぞコンパ。バストちゃんのためにみんなで頑張るです。あー、遅いんですの。どうか無事に帰ってきてほしいの。ガスト、これ。これって。それが、マグマの高密度エネルギー結晶体、エルデクリスタルよ。熱いから気をつけて。地上のどこにも手がかりがなかったので、ネプネプにお願いして、取ってきてもらったです。暑さで死ぬかと思ったよ。もう汗でびしょびしょ。初めて実物を見たんですの。すごいですの。みんなありがとうですの。報酬は今回は後でいいわ。私たちは約束通り取ってきたんだから、次はガストの番よ。絶対に完成させなさい。アイちゃん、私たちはどうするです？ガストちゃんと一緒に病院に行くです。私たちが行っても邪魔になりそうだからやめときましょう。それにガストならきっとできるわ。
です。もしかして私たちを探していたです？はいですの。実はお願いがあってみんなを探していたんですの。お願いです。ガスト、仲間に入れてほしいんですの。一緒に旅をさせてほしいんですの。一体どうしたんです？何か訳ありです？世界中の素材を集めて、まだ誰も知らないアイテムを作って、それで世界を豊かにする。だからエルデクリスタルを探し出すようなみんなと一緒にいた方が未知の素材と出会えそうな気がするんですの。絶対足を引っ張らないんですの。だからガストも一緒に旅をさせてほしいんですの。私たちの旅は決して安全な旅じゃないです。変な格好のおばさんに襲われたりもしますが、それでもいいです？全然問題ないんですの。ネプネプとアイちゃんはどうです？大歓迎だよ。旅は道連れよ、あなさけって言うしね。仲間が多い方が楽しいと思うよ。私も異論はないわ。ちょうど無駄遣いの多い二人がいるから、お金の管理を任せるのにはちょうどいいわ。それじゃあこれからよろしくお願いしますですの。